土佐絵馬物語。この番組は高知県神社町、高知銀行、ユニバース絆グループ、高知ケーブルテレビ、セコム高知の提供でお送りします。こんにちは、田村和郎です。この番組では県内2000を超す神社や寺院に奉納されている絵馬を紹介していきます。絵馬、願い事やそのお礼として奉納された額や板絵のことでしてね、生きた馬を奉納する代わりに馬の絵を描いたのが始まりと言われています。さあ、土佐絵馬物語、今週はですね、先週に続いてになりますが、伊野町の御北、神谷川の若宮神宮お邪魔しておりましてね、こちらの拝殿にたくさんの絵馬、飾られておりますが、この中から今日は一つに絞って、詳しくご紹介できればと思っておりますが、絵馬についてのご説明、高知市立自由民権記念館の筒井秀一館長、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてやはり先週に続いてになりますが、地元の氏子代表ということで、田岡茂雄さんもまたよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ館長、この絵馬、はい、たくさんある中で一つ選んでくださったのが、ちょうど私今見上げておりますが、結構賑やかな絵馬ですね。これ情報量多そうですね。多いですね、なんていう絵馬ですか。タイトルはですね、はい、鹿児島ボート川尻の戦いというふうに、記されています。鹿児島ボート、はい、鹿児島ボートということで、まあ、ピンとくる方も多いと思いますけれども、はいはいはい、ご承知の明治10年、はい、西郷隆盛率いる鹿児島士族が、政府に対して物申すということで、決起したわけですね。はいはいはい、それは西南戦争ということですけれども、その時の戦いの一つを描いた。なるほどなるほど。これなんか真ん中に船が大きく描かれてて、はい、波の荒い、これ海ですか、川ですか。これはね、川ですね。川ですね、はい、船に乗っかってるのがなんか丸の十字っていうと、あれは鹿児島の旗。そうですね、薩摩軍の旗ですね。はい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 。周りにたくさんの、これがじゃあ、まあ敵味方に分かれてるわけですね。そうですね、川の中の船に、船上に薩摩の皆さんがいて、その両側を、まあ、政府側がこう挟み撃ちにするような構図になっています、ね、これは舞台は どこの川なんですか。はい、川尻というのは熊本城の約8キロぐらい南の方だと言われてまして、で鹿児島を進発した薩摩軍、西郷軍が本陣を置いたところですね、でご承知の攻防戦は激しかったわけですけれども、最終的に熊本城を落とせなかったわけですね、でそうこうしているうちに政府軍がこう迫ってくると、南からも迫ってくる、でその時に川尻の、まあ、南にある緑川という川をめぐって、まあ、戦争をその様子になります、ね、これは緑川、はい、非常に流れの激しい川に、まあ演劇的表現なんだろうと思います。そうなんですか、はいはい、真ん中にね、斜めに船、そしてその上に薩摩の兵が乗っかって、その左下、これは丘からですかね、川岸、川岸から、はい、で政府軍が鉄砲を構えてて、その指揮官に谷少将とありますね。谷、でこれはまあ谷勘定のことです、ね、あのことですか。で実際の戦いには、はい、まあ、総大将がこんな前線まで来ませんので、実際は現れてないんですけれども、まあ、表現として、政府側の大将として谷が描かれてると。なるほどなるほど、そういうこと。船の方に大きい旗がありまして、西東大元帥、東を攻めると言いますかね。書いてますね、はいはい、で新政、新しい政府の大都督、まあ軍の偉い手ということね、で西郷吉之助高森と描かれた旗がありまして、だから要するに両方の総大将がこう対峙するという、まあ構図になっている、ね、あの西郷って書かれてるのは、あれ西郷高森ので、その旗の下にいる、大きい人物が西郷隆盛だと、まあ、普通思いたいんですけれども、この絵はそれぞれ重要人物に名前が振られてまして、はいはい、それには西郷とは書いてなくて、柳原何がしって書いてあるんで、その辺は、ね、少し絵解きがもうちょっと必要かな。なるほどなるほど、はい、それとこの絵は非常にこの色、特に赤とか紺っていうのか青っていうのか、鮮やかに残ってますね。そうですね、よく残ってる方だと思います。本当そうですね、はい、
で薩摩の兵の着てるものも非常に色とりどりで、そうですね、まあ、史実としてはどう分かりませんけれども、うん、やっぱ薩摩軍は一世代前の軍なわけですね、西北軍に比べると、はい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 、で描き方としては、うん、いわゆるこう演劇的といいますか、場合によっては歌舞伎的といいますか、うんうんうん、まあ、そういう感じで描かれて、なるほどね、で西北軍側は軍服というか西服を着て、統一されたイメージだとね、で、まあ、そこにもこう新旧の時代の書き分けがあるのかなと。なるほどね、船の上の薩摩の兵の動き、確かに歌舞伎のなんかポーズみたいな、ね、歌舞伎の所作をイメージさせるものがありますね。あります。他になんか目につく気になるところあります？なぜ奉納されたかというのがね、はい、現時点はっきりしてないんですけれども、うんうん、まあ、あの高知からも西南戦争に動員されて で、うん、兵隊で行った人は、まあ、いる。池川の方にはその記念碑もありますけれども。あ、そうですか、はい、だからまあもしかしたら高知から西南戦争に動員されて戦って無事帰ってきた人が、うんうん、まさにこの若宮さんに、うんうん、あの無事帰ってきて、うんうん、ありがとうということで奉納した、その時にその辺の絵師に、うんうん、描いてもらったのかなというふうに思いますね。西南戦争に関する絵っていうのは非常に多いんですよね。あの当時は、まあ、大事件ですよね、うんうん、で戦争報道というのは今もそうですけども、うん、むちゃくちゃありますよね、はいはいはい、で当時はまだ写真技術がフォトジャーナリズムが、まあ、ない未整備ですので、うんうんうん、絵になるんですね。あ、瓦版の伝統を引いてますので、うんうんうん、でまあ、錦絵みたいな形で大量の西南戦争の絵は、うん、あの今も残ってます。あ、でそういう紙媒体の方がまあ多いと思うんですけれども、うんうん、絵馬のスタイルもまあここ以外にもあるんじゃないかなというふうに思います、うんうん、ですよね。なんかこう躍動感といいますかね、あちこち見ても本当に目を引かれる場面たくさん凝縮された絵馬みたいになってますね。田岡さん、今のお話を聞いてまた改めてこう見るといろいろな思いがありますか？はい、お宮さんが明治6年にできて、うん、で明治10年の西南戦争の絵馬が飾られた、うん、その時はこの絵馬の今よりもっと色鮮やかで、建物も白木というか、はいはいはい、あのすごく輝いた建物に色鮮やかなこんな大きな絵馬が飾られて、うんうん、その時のその集まった人たちの氏子を含めたなんか活気というか熱気というか、うん、そんなのを思うとなんか誇らしいなというか、そんな気持ちになります。はい、ということで今週は伊野町の神谷川、若宮神社に奉納されていた絵馬、鹿児島坊と川尻の戦い、について詳しくご紹介をさせていただきました。お話の方は高知市立自由民権記念館の筒井秀一館長、そして、地元宇治子代表ということで、田岡茂雄さん、お二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。土佐絵馬物語、年内の放送は今日が最後となります。来年もどうぞお楽しみに。